そちらのバス停はね、マノです。前の道路はね、県道の48号線に変わってますよ。こちらにはね、観音堂があるんですよ。当地に祀られし、霊験新たかな、召喚世音なんだろうな。観世音菩薩は、西国21番札所、丹波の国、あのお寺より、うずせし、一刀彫りの、上記菩薩作と伝えられる。その霊験は、安山の守護尊として知られ、石寺より今日に至るまでご利益を、受けし者あまたなり。この度、老朽化及び、を、憂い、有志、相はかり、ここに再建す。仰木願わくは本尊観世音。菩薩、霊験ますます新たかに史上を、再度、下まえ。そのようなね、文章が、観音堂のね、再建記念碑にありました。もちろんね、鍵がかかってるんで、よくは見えないんですけど。ちょうどね、中にいらっしゃるのが観音菩薩。右手の構えがね、セムイの印ですね。手のひらをね、こっちに向けて、安心の施しですね。周りにもね、いろいろございます。ございますって、いらっしゃいます。はい。大願成就って、三大大名寺は、いろいろとね。はい。安山の守護尊、観音堂でした。ここか。榛名町指定史跡、西間の猿落としの間外碑です。信州へ通じる草津街道の西間の地域、猿落としに暗がりと呼ばれている難所があり、陣馬の交通に極めて困難をきたしていたが、文化6年1809年特殊化によって、旧道の情報に平坦な新道が開削された。この日はその難事業を記念し、顔面に刻まれたものである。なお、この日は本来現在地より北、約10メートルの道路山側にあったが、平成3年に県道改修工事に伴い、切り取って現在の場所に移設されたものである。なるほど。西、春落としの間外碑。よくね、間外仏っては聞くんですけどね、間外碑っては珍しいですね。これはね、切り取られたものの一部分というか、きっとね、文章が彫られた部分をね、取ったんですよね。確かにね、文字が彫られてますね。もうだいぶね、浅くなってはしまってるような気がしますけど。ちょっと、クモの巣があるんで、
まあ、取っちゃうとクモ君に悪いかなと思って、まあ、取れないんですけどね。まあ、せっかく作ったね。まあ、ちょっとこのまあなんて書いてあるのか分かればね、まあいいんですけど、まあそういった説明版があるとありがたいなと思うんですけど。確かに掘られてますね。そしてね、前の方にはね、やっぱりね、まあ交通の難所っていうことで、まあ馬頭観音かなと、文字通りの馬頭観世音ね。そしてまあ隅にね、真新しい道祖神。でもね、まあ史跡に指定されたのはもう古くて、まあ、昭和57年4月の1日ですね。まあ、平成3年にね、まあ、この部分にやってきました。まあ、文化6年、1809年。やっぱりいつの時代にもね、まあ、偉い人がいるもんでね。はい。このような、まあ、珍しい方じゃないかな、まがい碑。ご視聴ありがとうございました。